林時彦は、日本の政治家。兵庫県丹波市長。元丹波市議会議員。兵庫県春日町生まれ。春日町立黒井小学校。春日町立明徳中学校。兵庫県立柏原高等学校卒業。1979年3月、明治大学小学部卒業。同年4月、林建設に入社。1994年。 林建設代表取締役に就任。2008年11月の丹波市議会議員選挙に立候補し初当選。2018年12月、議長に就任。2020年9月30日、任期満了に伴う丹波市長選挙に立候補する意向を表明。同日、議長を辞任。同年11月15日に行われた市長選挙に、 市が示す統合庁舎整備計画の凍結と、新型コロナウイルス対策として、全市民への5万円給付案を公約に掲げ、立候補。自民党、公明党の推薦を受けた現職の谷口市にち元県職員の岩崎正義を破り初当選した。12月5日、市長就任。当日有権者数、5万2902人最終、投票率、 65.35%2020 年11月の市長選で、林は市役所統合庁舎の整備計画を凍結し、代わりに市が積み立ててきた庁舎整備事業基金、約22億3400万円を主な財源とするとして、全市民へ5万円を配ると市長。5万円給付の公約は注目を集め、当選を果たした。ところが2021年1月5日、 コロナ第3波が来て状況が変わった。今後の対策のためにも財源を確保しておく必要があるとして、全市民5万円給付を商品券2万円に変更すると述べたことが報道により明らかとなった。同年1月13日、市議会一般質問で小橋昭彦市議は政府が進めるエブプムの重要性を強調。 商品券2万円案の根拠を林に質問すると、林は2万人近くの市民と話したと答弁した。小橋は、それは根拠とは言わないと食い下がり、そのため議事進行が一時中断した。1月19日、全市民に2万円分の商品券を交付する事業を盛り込んだ一般会計補正予算案は、市議会本会議で否決された。賛否は同数になり、 最終的に藤原悟議長の採決で決まった。商品券交付事業に充てる予定だった国の地方創生臨時交付金のうち約3億5000万円は年度内に別途事業化しなければ国に返す必要があることが公にされた。同年6月2日、2万円の商品券を世帯を限定して配布する議案を市議会に提出した。採決は6月25日に行われる予定。 ありがとうございます。